皆さん、こんにちは。中部大学工学部情報工学科の山本と申します。このビデオでは、人間の音声発生とコンピューターによる音声合成というタイトルでミニ講義を行います。さて、皆さんはコンピューターが合成した音声を聞いたことがあるでしょうかおそらく自分でも気づかない間に、 あちらこちらで聞いていると思います駅やバスのアナウンスは現在はだいたい合成音声なのでそのあたりで聞いているのではないかと思います合成音声には人間の音声を元にして喋らせたいテキストを合成するタイプの音声合成とコンピューターが計算によって音声波形を作り出した音声合成があります 例えばボーカロイドは人間の声声をを元にして歌声を合成してて歌合成います。それではコンピューターが計算によって音声波形を作り出す音声合成ではどのような考えに基づいて計算が行われているのでしょうかこの講義ではその基本的な部分について高校で習う物理の知識を交えながら説明します 講義のの流れはこのようになっています最初に音と音色音色とスペクトログラムについて簡単に説明しますそれから高校の物理で学ぶ気中の共鳴について説明しそれから太さが途中で変わる気中の共鳴について説明します次に人間の発生器官が音響管であり 太さが途中で変わる気中によってそれを近似的に表現可能であることを説明します。その理論をもとに構成された物理制度模型モデルによって音声が合成できることと、コンピューター上で共鳴周波数を調整することで音声が合成できることを説明し、最後に講義をまとめます。 まず音の伝わり方について説明します音は音を伝える媒介である空気を振動させることで伝わりますまず音源となるものが振動しますこの図では音源は太鼓の膜の振動ですそれが空気を押したり引いたりすることで空気の圧力が高いところと低いところができそれの圧力が移動することで音の伝搬が起きます 最後はその気圧の振動が鼓膜の振動となり、それによって最終的に聴覚神経が刺激されることで、人間が音として知覚することになります。このように空気の圧力が高くなったり低くなったりすることで音は伝わっていくため、音の波は粗密波と呼ばれます。また、1秒間にこの気圧が高低を繰り返す回数を音の周波数と言います。単位はヘルツです。 音のの高高ささは周周波波数数大大ききで決まりままりりす。す。がいいと音音になります音には一般的に複数の周波数が同時に含まれていて人間が感じるその音の高さの周波数を基本周波数基本周波数の2以上の整数倍の周波数を倍音と呼びます音色は基本周波数と倍音のそれぞれの大きさの組み合わせで決まります すなわちそれぞれの周波数成分の大きさを制御することができれば理論上はどんな音色の音でも作ることができるということです実際には位相も関係しますし整数倍ではない周波数成分も存在するのでそこまで簡単ではありませんが今は簡単のためにこのように考えますある音色の音があるとき、 その音色は、どんな周波数成分の大きさの組み合わせでできているか、調べることはできるでしょうか。それを目で見えるようにしたものが、スペクトログラムと呼ばれるものです。この図は、バイオリンの演奏のスペクトログラムです。横軸は時間の経過を、縦軸は周波数の大きさを表し、赤はその周波数成分の大きさが大きいことを、 青はその周波数成分の大きさが小さいことを表しています白っぽいところが最も大きい値になっているところですバイオリンは気温と整数字バインによって音色が構成されているということがよくわかります人間の声のスペクトログラムはどのようになるでしょうか人間の声の場合も 母音であるあ、い、う、え、おの発声では、楽器のようなバイオの構造を持つため、バイオリンのように縞々に見える部分があります。しかし、人間の音声の場合は、バイオリンよりも時間的に変化の大きい複雑なスペクトログラムになっていることがわかります。 周波数成分を自由に組み合わせて音色を作ることができるソフトウェアを紹介します e s y n t というソフトウェアです英語ですが直感的に使うことができるのではないかと思いますこのミニ講義では時間の関係上実際に動かすところは省略しますがぜひ自分で動かしてみてください自分の思い通りの音色を作るのはとても難しい ととといいうことがわかると思いますましてや人間のように言葉を喋らせるなんてという感じになると思いますが一体どのようにすれば音声を合成することができるのでしょうかさてここで話は突然変わりますが高校の物理で学ぶ気中の共鳴について説明します図のように 片片側側がが開き、片側が閉じた円形の筒を考えますここに特定の周波数の音を入れるとその音が大きくなるというのが共鳴という現象ですその特定の周波数すなわち共鳴周波数は筒の長さを L 音速を C とすると 4L 分の C×2N-1 となり この n は自然数です。N が1の時を基本振動と言いますが筒の長さを 17cm 音速を 340mps とし n を1とすると共鳴周波数はこの式を計算して 500Hz になります。n が2である3倍振動では共鳴周波数は 1,500Hz。 N が3である5倍振動では2 5 0 0ルツになりますなおここでは簡単のために開口端補正は無視しています気中の共鳴は高校の物理の範囲ですが次に太さが途中で変わる気中の共鳴を考えてみましょうこの図では管の閉じた側が細く 管の開いいいた側が太い例を考えていますここで細い方の管は太い方の管に比べて十分に断面積が小さいと仮定しますすると細い方の管は長さが L1 の一端開口管となり前のスライドの場合と同様に考えることができます L1 を 10cm とすると 共鳴周波数は基本振動で 850Hz3 倍振動で 2550Hz になります一方の太い方の管ですが細い方の管は太い方の管に比べて十分に断面積が小さいと仮定しているので穴が開いていないものとして禁じしてしまいますそうするとこれも前のスライドの場合と同様に考えることができて L2 を7センチとすると共鳴周波数は基本振動で 1214Hz3 倍振動で 3642Hz となります今計算して求めたこれらすべての周波数がこの機中の共鳴周波数になっていきます逆に管の閉じた側が太いとどうでしょうか 先ほどと同様に細い管の方は太い管の方に比べて十分に断面積が小さいと仮定すると太い方の管は両側が閉じた管として禁似でき細い方の管は両側が開いた管として禁似できます一方でこの入り口が狭く奥が広い壺のような形のような形のものは これ自体がヘルムホルツ共鳴器と呼ばれるもので固有の共鳴周波数を持っています太い方の管の長さを 9cm 断面積を8平方センチメートル、細い方の管の長さを 6cm 断面積を1平方センチメートルとして共鳴周波数を計算してみます両側が開いた管と 両側が閉じた管の共鳴周波数は、2L 分の c ける n で計算でき、長さが同じであれば同じ共鳴周波数になります。ただし、管の中で起きている現象は異なっていて、腹と節の位置は逆になります。また、ヘルムホルツ共鳴器の共鳴周波数は、同質は省略しますが、 2π C√A1L1L2 A2 分分の、C、1 L 1 L 分のという式でで計算できます。これらの式に先ほどのパラメータを入れて計算してみると太い両端平行間の共鳴周波数は基本振動で 1889Hz 細い両端開口間の共鳴周波数は 基本振動で 2833Hz、ヘルムホルツ共鳴器の共鳴周波数は 260Hz となります。これらがすべてこの器中の共鳴周波数となります。ここで人間の発生器官である口の構造を見てみましょう。人間の発生器官は、 声帯から始まって唇までの区間が管楽器と同じように管になっていてこの形を変えて発声を行っていますこの声帯から唇までの一様でない音響管を正道と呼びます管楽器ではリードの振動により音源が作られそれが共鳴体に送られますが人間の発声器官では肺から送り出された息が声帯を通るとき 声帯が開閉することで音源となる声帯波が生成されます声帯波は三角波のような形をしていますこの三角波の基本周波数は大人の男性で 100Hz 程度大人の女性で 200Hz 程度子供は 300Hz 以上と違いがあります声帯で発生した三角波は共鳴体である声道を通過しますが その際、正道の共鳴により周波数ごとの強弱を変化させますさて、ここで自分で母音アの発声と母音イの発声の口の形を作ってみてくださいアは口を大きく開けて舌が後ろに下がる形になると思いますこれはすなわち先ほどの 開管側が広く閉管側が狭い基中で禁じできますまたイは口を狭めて舌を前に出す形になると思いますこちらは先ほどの開管側が狭く閉管側が広い基中で禁じできますすなわち先ほど計算した共鳴周波数の通りに音の周波数の強弱を作ることができればあいに聞こえるのではないかということです A3 モデルを試す前に実際に人間の口の形である青銅を模擬したモデルでそのようなことが起きるかどうかを見てみましょう写真に写っているのは真ん中に穴が開いたアクリル板のプレートを並べることで青銅を模擬した中空間を作ることができる物理モデルです写真の上の数字は穴の直径で このの通りりにに並べるとボインガーの正動形状になります生体波は三角波のような形をしていますがこれをブザー音源で禁じします。アクリル板のプレートを並べたものは接続面に段差ができるのでより滑らかな正道形状を実現するために 3D プリンターで作ったモデルも用意しました。 制銅の 3D プリンターモデルには、音響音声学デモンストレーションのものを使用させていただいております。はい、それでは物理モデルの実演を行います。これが物理モデルです。透明のアクリル板で真ん中に穴が開いているのが分かると思います。このような形で穴が開いています。でこの制銅形状が、えーと、こちら側が、 えーと口の側、唇側で、こちら側が正道側です。で、さま、前が広くて、後ろが狭いっていう形になっているのがわかると思います。これがブザーです。ブザーの音はこのような音です。で、このブザーが声帯の代わりになりますので、これを、えー、と声帯。 の部分につけて、で、えー、音を出します。で、この静度形状は今、アの形になっていますので、これでアの音になります。はい、このようにアの音になりました。で、3D モデルもあります。このような形です。これもアの静度形状を、えー、となぞって作ったものです。より滑らかになっています。真ん中は中空です。 これも同じように、声帯側にブザーをつけて、ブザー音を出します。これがアーノートに変わります、はい。このような形で、えー、とアーノートに変わるというのが分かりました。はい、物理モデルの実演は以上です。 複雑な静動の形を模擬することで、ブザー音がアに変化することが分かりました。先ほどの近似モデルで計算しても同じようなことが起きるでしょうか。人間の音声生成を音源である静体波と静動である超音フィルターに分けて考えることにします。これをソースフィルターモデルと呼んでいます。この例では、静体波をパルス列で近似することにします。 あとで実際に音を聞いてみますが、パルス列はブザーの音がします。パルス列には多くの周波数成分が同じ大きさで含まれています。超音フィルターは正動の音響管に当たります。この音響管に音源であるパルス列を通すと、共鳴により共鳴周波数の成分は大きくなり、それ以外の成分は小さく抑えられます。その結果、 ブザー音ではどの周波数成分も同じ大きさであったものに特定の周波数成分だけ大きくなるような操作が施され音色が付与されるのですあとは先ほど計算した共鳴周波数を与えることで実際に「あ」や「い」に聞こえるかどうかですがこれをツールを使って確かめたいと思いますこの物理モデルと同じことを コンピューターが計算によって行うことで実際に「あ」や「い」に聞こえるかどうかを確かめるために e システムというツールを使ってみますこれはウェブブラウザー上で動くシステムになっていますので皆さんもぜひ自分でやってみてくださいこの後デモを行いますが先にセッティングだけ説明しておきます音源は パルス列、パルストレインか、三角波に近いノコギリ波、ソートゥースにしましょう。声の高さに対応する周波数は 150Hz ぐらいにします。静動フィルター、ボーカルトラクトフィルターでは、共鳴周波数を3つ指定することができます。先ほど計算した共鳴周波数を、それぞれの気中で低い方から3つ入れてみましょう。 では 850Hz1214Hz2550Hz の3つ。では 260Hz1889Hz2833Hz の3つです。それでは実際に動かしてみます。はい、それでは e システムのデモンストレーションをやります。 E システムは左上がインプットウェブフォーム、入力波形ですねで。これがすなわち生体波に相当する部分になります。今は制限波になっています。で真ん中が正動の周波数特性部分になります。でまあ、右側に出てきますが、ここに共鳴構造が出てきます。で一番下が出力波形ですね。えー、と入力を出力 この精度フィルターに通して得られた出力になりますで。今、精度フィルターは何もしないフィルターになっているので、えーと、そのまま入力が出力に出てきています。で、この入力を変えます。今、制限波になっているのをパルストレインにします。で、周波数は 150Hz にします。で、入力がパルス列に変わりました。 でこのパルス列は、えーまあ、スペクトルを見るとこういう形になっていますが、えー、と横軸周波数ですね。えー、とこの間隔が 150Hz 刻みで、150Hz、300Hz、450Hz というような形で周波数成分が現れています。でかつ、すべての周波数成分が同じ大きさになっているというのがパルス列の特徴です。で音はブザーみたいな音がします、こういう音です。 はい、で次に制度フィルターを変えていきます。今は何もしないようになっていますが、大きさが変わるだけなんですけど、これをボーカルトラクトフィルターにします。で先ほど計算した共振周波数、共鳴周波数ですね。R、えー、のもの、850と1214と、それから2550を入れます。でそうすると、このような共鳴構造ができました。 ここが 850Hz で,で、ここが 1214Hz で、ここが 2550Hz です。で、この入力のパルス列の周波数特性が、この共鳴構造と掛け算されるので、その結果として、この 850Hz 付近、1214Hz 付近、それから 2550Hz 付近が強調されて、それ以外は弱くなるというような形の構造ができています。 でこの入力であるパルス列の音、このブザーの音ですね。この音がこの静動を通ることによって、あーに近くなるかどうかっていうのを聞いてください。これは、まあ、ま若干こもった感じがしますけれども、かなりあに近い音ができているのがわかると思います。では、制、え、動、ー、形状を今度は E に変えてみます。先ほど計算したもので、260Hz と、 1889Hz と 2833Hz ですねで。そうすると、このような形で、えー、と共鳴構造が変わりましたで。それに合わせて出力の周波数スペクトルも変わっています。で入力は一緒なので、入力は同じブザーの音ですで。これが E の音に変わったかどうかですね。で、実際聞いてください。 まあこれも若干こもった感じはしますけれども、いいに近い音が得られているというのがわかると思います。でこれ今、この静動フィルターは固定でやっているので、ずっと同じ音が出るわけですけど、これを時間的に変化させながら、どんどん計算していくと、よりリアルな音声合成ができるというのがわかるのではないかと思います。で、これが音声合成の最も基本的な考え方になります。このミニ講義では、 音声合成の最も原理的なところを説明しましたしかし今は AI の時代ディープラーニングの時代です音声合成もディープラーニングを用いて行われていますこの URL の先の合成音声を聞いてみてくださいディープラーニングを用いた音声合成は非常に高音質で 人間が喋っているのと区別するのが難しいぐらいになっています。しかし、それでもまだ自由に音声合成を行うために、研究は続けられています。もし興味が出てきたら、自分でも調べてみてください。それでは、このミニ講義を終わります。どうもありがとうございました。